中里依紗です。この度第3回コンフィデンスアワードドラマ賞助演女優賞をいただきました。とても嬉しいです。本当にありがとうございます。ミオという謎の女の役で、まず、台本をいただいた時にもうすごく衝撃が走るような女の子だったので、そこからまずこうイメージを作り上げていって、あのオリジナル脚本なので、あの原作にとらわれずこう自分でこう作っていけるっていうのがすごく今回のミオを演じてて楽しかったとこですね。はい、周りからは大丈夫とか、すごくやっぱり脚本を読んでるこう共演者の皆さんとかは、結構この役精神的にこうちょっと大変な面があったりするんじゃないとか、結構心配していただいて、私生活とかでなんか辛くなったりするから、結構こう気晴らしとかなんかこうした方がいいよってすごいこう周りから心配していただいてたんですけど、意外と自分的にいつもの生活の一部みたいな感じになっていて、そんなにこう思っていたほどなんか自然と役に入れたので、そんな苦労したことだったり大変だったことはあまりないですね。髪型が特殊な色をしてたので、そのカラーをキープさせるぐらいが大変だったなっていう、それぐらいですね。はい、ミオは基本的にこう生足なんですよね。こうなんだろう、衣装が結構こう薄着が多くて、それで真冬に海岸沿いを歩いたり、なんかこう結構寒さは辛かった面はあったんですけど、あと雨降らしがあったり、でもそんなにこう芝居に関してはあまりここがこうだったなとかいうものはないですけど、でも水野さんがすごく本当にいい方で、あの最初あまりこうお互い喋らない空気感があったんですよね。なんかこう、でもそれは水野さんはあえて私にこう距離を取っててくれたみたいで、なんかそれを後で聞いた時に、あ、なんかすごいなと思って、なんかそこで優しさを感じて、ますますこう美桜らしさっていうのが出てきたんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、今回この美桜という役を演じて、すごくこの子が愛おしくて、本当に大好きな人になったので、なんかやっぱり心のどこかにまだ美桜がいるんですけど、それをこう忘れず、なんかこれからもいろんな役をしていきたいなと思います。明るい役だったり、こう結構暗い役だったり、なんか幅広くこれからも演じていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。